私は美術館におけるインスタグラム活用の可能性、森美術館の取り組みを手がかりにという研究をしました。日本人の約4人に1人がインスタグラムを使用している現在、社会教育施設である美術館もインスタグラムを活用した広報を行っています。その中でもいち早く SNS での広報に注目して取り入れてきたのが東京にある森美術館です。美術館全体の来館者数の年間平均は現在1万人、コロナの前なんですけど、1万人と言われてるんですけれども、森美術館は年間100万人が訪れる人気の美術館です。で、SNS のフォロワー数においても美術館、日本の美術館の中ではトップの規模を誇っています。なので、本研究では博物館や美術館における広報活動の現状と森美術館の取り組みを踏まえた上で、美術館におけるインスタグラム活用の可能性を探るべく調査しました。まず、博物館における広報活動については、日本博物館協会が5年程度の間隔で博物館総合調査を行っています。美術館は博物館全体の2割程度なんですけれども、広報活動に関する調査では分けられていなかったので、これは博物館全体の現状です。で、結果としては、ウェブサイト、ホームページによる広報と地方公共団体の広報誌への掲載と新聞やテレビ、雑誌などメディアへのプレスリリースが広報活動の上位を占めています。ウェブサイト、ホームページによる広報については、十数年間、時系列で比較したときに約15%増加していて、Twitter や Facebook、SNS を使った広報については、6年の間で約30%も増加しています。他の項目は10%前後の増減にとどまっていることから、SNS を使った広報が近年注目されていることが分かります。しかし、実施してみて効果のあった活動として挙げられていたのは、新聞やメディアへのプレスリリースや広報誌への掲載、ウェブサイトによる広報でした。ウェブサイトによる広報の効果は感じられているものの、SNS 運用による効果はまだ実感していない感が多い現状です。次に森美術館についてです。森美術館は東京都六本木ヒルズ森タワーの最上階の53階にあり、現代アートを中心にさまざまなジャンルの展覧会を開催しています。で、毎年展覧会別入館者数ランキングというものが発表されているんですけれども、森美術館はそのランキングで2018年に1位と2位、2019年には3位、8位、9位を獲得しました。このことについて、森美術館の広報担当者は、1位を獲得したのは展覧会そのものの魅力のおかげだが、その魅力を事前に多くの人に知ってもらって、展覧会に行きたいと思ってもらえるきっかけになったのは、SNS による情報の拡散であると述べています。で、入館者数ランキングの2018年と2019年に入っている館をインスタグラムで検索してまとめた表です。国立西洋美術館以外は、インスタグラムのアカウントを作って運用しています。で、この中で見ると、森美術館は投稿の開始日が一番早いことと、そのフォロワー数が、桁が違うことが分かります。ただ、投稿数に関してはそれほど多いわけではないので、量よりも質を重視して戦略的に運用していることが考えられます。森美術館は広報活動として、新聞や雑誌、テレビ等への広告や交通広告はほとんど行っていません。森美術館と何らかの接点、六本木ヒルズに来た人やとかに対して、展覧会への来館や活動の支援につながるような仕組み作りを行っています。コストがかかる交通広告やメディアへの広告よりもファンを育てることを重視しています。その手段として SNS を使っているとされています。また、
2009年以降は展示品の撮影を許可していたり、インスタグラムを使用したソーシャルイベントを開催したりと、それに加えて SNS では日々いろんなテクニックを使って運用をされています。ただ森美術館の SNS 運用が成功したのは、現代アートを扱う森美術館特有の来館者層も要因の一つだと考えられます。森美術館は来館者の約 70% が10代から30代なので、 SNS の広報がうまくいったとも考えられます。なので本研究では森美術館に行ったことのない人や美術自体に興味を持っていない人、どのような人にでも森美術館の SNS 運用は効果を発揮するのか、効果を発揮するのであれば他の美術館でも活用ができるので、森美術館が近年注目しているインスタグラムに焦点を絞って、森美術館の取り組みをもとに利用者の特性やニーズに合わせたインスタグラム活用の可能性を探りました。調査方法としては、滋賀県立大学の学生や私の知人に質問し調査を行いました。で、質問内容としては、回答者の属性や美術への興味関心の有無、美術館や展覧会の情報を得る媒体や森美術館の投稿を見てどう感じるか等を、森美術館のインスタグラムの運用テクニックを参考に全20項目作成しました。結果としては、大学生76人から回答を得られました。以下結果を抜粋して紹介します。まず美術への興味関心については、あると答えた人が 25%、 どちらかといえばあるが 34% で、全体の約6割を占めました。なので、比較的興味ある人が過半数を超えたので多かったかなとは思います。で、次に美術館や展覧会を検索する際に使用する媒体について、Google や Yahoo などのインターネットの検索エンジンを使用する人がほぼ全員 96% となりました。その次は Instagram が約3割になりました。で、回答者の SNS 使用率についての質問では、 LINE の次に LINE が一番多くて、その次に Twitter で、その次に Instagram になったんですけれども、美術館や展覧会を検索するときにはツイッターよりもインスタグラムを使用する人が多く、その数が約2倍になりました。次に美術館や展覧会の情報を入手するルートについて、交通広告でポスターやチラシ、インスタグラムが、上位を占めました。博物館総合調査における広報活動では、交通広告を行っている館は3割程度だったんですけれども、回答者が大学生だったことも関係はしているとは思うんですけど、電車を日々使っている人に対しては、交通広告も一定の効果を得られていることが分かりました。面白いのは、多くの美術館が広報手段として力を入れている公式ホームページよりもインスタグラムから情報を得ている人が多いということです。次に森美術館について、知っている人が 15% で、知らない人が 70% ほどになりました。回答者のほとんどが関西に住んでいる人なので、この割合になったのだと思います。森美術館公式アカウントのトップページと、あと無作為に抽出した投稿の一つを画像でアンケートに載せて、その印象についての質問をしました。特に何も思わないと回答した人もいましたが、写真が綺麗や気になる写真があれば詳細を見るとか、過去の投稿も見てみたいと、良い印象を受けた人が比較的多かったです。で、その見た写真を踏まえて、森美術館のアカウントをフォローしたいかしたくないかを聞いたところ、したいと答えた人が 30%、 したくない人が 68% ほどとなりました。美術への興味関心の有無との
の質問とのクロス集計を行った表がこちらです。興味関心がある人でフォローしたいと回答した人が 52% ほどで、半分以上になったんですけれども、まあ、これはある意味当たり前というか不思議ではないことなんですけれども、興味深いのは美術に興味関心がないと答えた人のうち3割が森美術館のアカウントをフォローしたと回答しました。写真を見ただけでも3割の人が回答したいと言ったので、実際に自分の目で見たりこうすればもうちょっと増えるかもしれないです。で、その数がどちらかといえば興味がない人やどちらとも言えない人よりもその割合が多かったです。他にも調査全体を通して明らかになったのは、インスタグラムを見た投稿がきっかけで美術館に行ったことがある人が全体の約3割ほどいました。と、インスタグラムの様々な機能を駆使するよりも一つ一つの投稿の質を高める方が見ている人には効果がありました。そして美術館が力を入れている広報手段と利用者が情報源としている媒体が異なっていることも分かりました。なので来館者の特性に合わせた広報が必要であると言えます。以上を踏まえて結論としては、森美術館の取り組みは美術に興味関心のある人に対してはより効果があり、一定数の興味関心のない人にも効果を発揮すると分かりました。インスタグラムを情報源としている人が多く、需要が高まっていることも明らかになりました。美術館の広報手段としては非常に有効なので、他の美術館は、森美術館の取り組みをそのまま活用するのは効果が見込めない場合もあるので、来館者層によっては。なので、その活用術を左右しつつ、その館の特性に合わせたアプローチが必要であると考えられます。残された課題としては、本研究では調査対象者を大学生に絞ったんですけれども、さらに30代や40代、もっと上の世代でも調査を行えば、美術への興味関心の違いやインスタグラム使用率の違いによってまた異なった結果が出てくる可能性があります。なので、美術館が取り込みたい年代や集団に合わせた広報を行うためには、対象をもっと広げた調査が必要です。森美術館の運用テクニックは、一目でわかるものだけではなくて、インスタグラムの様々な機能を使用しながらされているので、動画を撮影したり、ライブ配信をしたりがあるので、質問し調査のみでは検証することができないものもありました。なので、美術館側や利用者へのインタビュー調査や、長期的な調査が必要だと思います。最後にですけれども、私が学芸員資格取得のために博物館実習に行ったんですけれども、そこでその美術館の学芸員の方に SNS についてお話をお伺いしたところ、やっぱり、SNS に力を入れたいと思っている一方で反対する人がいたり、美術品の写真を掲載することで来る人が増えるのかとか、掲載しすぎてそれで満足されてしまうのではと、なんか疑問や不安に感じている方もいらっしゃいました。これに対して森美術館の広報担当者は、SNS で写真を見ただけではお客さんは満足しない、それどころかむしろ本物を見たくなるとしています。なので、本物がある美術館だからこそ、また今日の社会情勢だからこそ、SNS を活用して利用者が求めているものを発信していく必要があるのではないでしょうか。以上です。